はい、皆さんこんにちは。アキです。今日もマインクラフトの続きをやっていきましょう。前回の動画はですね、額縁が作りたくて、それに使うための材料の革が欲しくて、ただ単に釣りをするっていう動画だったと思うんですけど、あの時に釣った革は今後ろに見えてるよね。チェストにくっつける額縁に変わってます。で、今あそこに額縁4つあるんだけど、動画で釣ったのは5枚、革が5個で、額縁も5個作ったんだけど、1個今あそこには木が4種類額縁の中にかけてあるんだけど、一つ土を額縁につけたら、額縁と土が両方とも消えちゃったんですね。なんで、違う額縁が今ないので、額縁で本当に土を入れたら消えちゃうのか、もう一回やってみることは今できないんだけど、ひょっとしたら1.1の新しくなったバージョンが変わったので、バグが起きてるのかもしれません。まだ検証してないんでね、本当に消えちゃうかどうかちょっとわかんないんだけど、1個額縁がなくなっちゃいました。また結構革はたくさん使う予定なので、時間があったら釣りをして革を手に入れようと思います。今回はですね、サトウキビの隣、ちょっと整地して新しい畑が作れる場所作っておいて、あとこちら、この正面も整地して真っ平らにしておきました。で、この額縁のところに木材が入ってるんだけど、下がダークオーク2列ちょっと、オークが1列半、白樺1列半、アカシアは半分。アカシアね、切りづらいんだよね。ちょっと集めるのに苦労してあんまないんだけど、あっちにね、オークと白樺とアカシアの森があるんで、いつでも、増やせば増やせるんだけど、ちょっと動画外で集められたのは今のところこれくらいかな。で、ダークオークちょっとあっち植えられなかったので、整地したこっちにちょっと仮に植えてね、これで集めてます。で、さっきと同じで、寝るか。危ないからちょっと寝ましょう。卵発見。おやすみなさい。おはようございます。さっきの額縁が消えちゃうっていうやつの他に、前からあったバグだと思うんだけど、ここら辺かな？この土壁。よいしょ。上ね、ちゃんとあるよね、土がね。この場所が、動画外で、この場所を整地してて、セーブしてやめて、また時間ある時に開いて、整地してやめてっていうのを繰り返してたんだけど、その時に、ここら辺のチャンクかな？が読み込まれてない状態？この表面だけ画面に映らないんだよね。透明になってるだけで、上に鳥とかがこの上乗ってたんだけど、ここだけ透けて、なんか地面がね、見えるような状態？こっち向きでちょっと撮影したのがあるんで、その時に撮った写真をちょっと載せておきますね。こんな感じになってました。村の
下のあの湧き潰しした洞窟とか丸見えだよね。なんかこれ地面の中に何があるのか簡単に見えて、これはこれで面白いんだけど、セーブしてもう一度入り直すとね、普通にここに読み込まれるんだけど、地面の中が透けてしまうっていうようなバグが 1.1 でも起きてました。前からあったような気もするけどね。あとはあのダークウォークに鶴がついてるんだけど、何かに使えるかなと思ってハサミで切ってちょっと持ってたんだけど、ハサミの耐久が減っちゃうから、動画を撮る前、これかな、動画を、この前の釣りの動画を撮る前に釣ってたものですね。前回釣ったのはこれ、この動画を撮る前、5箇所を釣る前に釣りをしてた時の戦利品、釣ったものがまあこれなんですけど、この中のエンチャント本が5冊あって、そのうちの1個にシルクタッチの効果がついたエンチャント本があったんで、 PE マイクラ PE 独自だと思うんだけど、エンチャント本、シルクタッチのエンチャント本を手に持って鶴を殴ると、そのままハサミを使ったのと同じ状態、シルクタッチの効果がある状態でこの鶴がゲットできるんで、シルクタッチの本を持って鶴を回収してたんだけど、こっちの村に戻ってきた時にね、うっかり村人に話しかけちゃって交易の画面を開いちゃったんですよね。そしたら手持ちからなくなってました。前言ったあのかまどを開けた時になくなっちゃうっていうね、バグの話をちょっとしたと思うんだけど、まだ治ってないみたいですね。ないです、どっか行っちゃいました。シルクタッチの、唯一のシルクタッチの本だったんだけど、どっか行っちゃいました。あともう一つ、これ結構村人いますよね。人数ちゃんと数えてないけど、これ結構いるよね。この人数だったら彼も いないとおかしくない？いないんだよね、どこ見ても守護神がいないんですよ。20人ぐらいの村人に対して1人生まれるんじゃなかったかな。結構いるよねこれね。なんかもう1人ぐらいアイアンゴーレムが生まれてもいいような気がするんだけど、いないよね。こんにちは、今日もいい生まれっぷりで、この中も2人落ちてるんだよね。まあ、後で助けますね。子供もいるよね。村っといるよね。家の中いないよね。結構な、なんかもうアイアンゴーレムできてもいいような感じだけど、アイアンゴーレムね、いないよね。いないよね。これも前のバージョンでは普通にいたんだけど、 1.1 のせいなのか、アイアンゴーレムが生まれないような気がします。まだあったな、これ今村人入ったけど閉めなかったよね。あ、閉めた、今開いたまんまだよね。前は村人を開けて入ったら閉めたんだけど、閉めないことがあるんですよね。これが何なんだか。これも 1.1 からだと思うんだけど、閉めるときもあるんだけど、ここ開いてるよね。カチャッカチャッと音がするから閉めてるのも見るんだけど、みんな扉が開いちゃってる。
すっごい気になるんだよね、これ。閉めないかな。閉めないね。カチャって音は、今開けて出てっただけで開いてるよね、これ。閉めない。閉めるときもあったんだけど、今開けて、ほら閉めた。閉めるときもあるんだけど、これほら開けたまんまだよね。これ何が違うのか。村人の種類によって違うのかな。開けたり、閉める人もいるし、閉めない人もいる。なんか開いたまんまってすごい気になるんですよね。まあ、開いてても問題ないからいいんだけど、ちょっと気になったかな。1.1 になってから村人が閉めなくなったような気がします。じゃあ今日の、長くなっちゃったこれ今日の本題かな。この場所、サトウキビの横整地して、ちょっとスペース空けておいたんだけど、ここにちょっとね、あるものを植えたくて、新しく畑作れるようにしておきました。ここはちょっと整地してね、ちょっと仮にダークオーク、ここに植えてあるんだけど、そろそろね、拠点を作ろうかなと。自分の住みかね。今あれだもんね。屋根がなくて、っていうか壁もなければ建物もない？野宿だよね。で、ちょっとチェストも結構増えてきちゃったから、そろそろ拠点を作ろうかなと思って、ここら辺、一体、整地してました。で、この、ま、ダークオークはね、場所がないからここに植えただけで、これ、いずれ切っちゃうんで、この場所に拠点を建てて、後ろ側に畑が来るようにしようかな。とりあえずここに建てようと思ってます。で、拠点建てるにあたって材料がまだ全然なくて、今、あそこにね、あのチェストね、木材今集めてるところなんだけど、建物を建てて、で、家の中にね、湧き潰しのために明かりを置くと思うんだけど、地面がこうにね、松明だらけっていうのも、ちょっと見た目が悪いかなと。まあ、もちろんこういうね、家の中じゃなくて、ワールドが松明だらけってのもどうかと思うけど、それなんで、前回のワールドでは、松明じゃない光源ブロックを地面の下に置いて、で、上にカーペットや木材、ハーフブロックみたいなのを置いて、明かりを確保するっていう感じでやってたんだけど、今のワールドで、今の状態、松明しか持ってないんですよね。光源ブロック。なんで、グローストーンか、ジャックオーランタンか、シーランタン。ここら辺かな？が欲しいんだけど、今ね、シーランタンは海底神殿だから、まあ、海ないからまだ大変でしょ？グローストーンはネザーに行けば手に入るけれど、まだダイヤピッケルもないし、黒曜石もないでしょ？なんで一番単純に増やすことができるカボチャからのジャックオランタンかな。あれだったら、ね、リスクもなくたくさん増やせるし、シーランタンやグローストーンは結構たくさん手に入れるには大変なんだけど、夜だから野宿します。おやすみなさい。おはようございます。白いベッドってなんか病院のベッドみたいだよね。どうでもいいか。なんだっけ。で、そう、ジャックオーランタンを作るためにカボチャが欲しいんだけど、カボチャのあるところは、ピラミッドか廃校の宝箱の中か、湿地か、湿地と、あと、どこだっけ、サバンナかなに自生してるものを取るか。で、ピラミッドまだ見つけてないし、
廃坑なんてね、潜ってないからまだどこにあるかもわからないし、湿地かサバンナを行くのが一番早そうなので行ってみようと思うんだけど、目星が一応ついてて、前にサトウキビを取りに行った時に大きいキノコが、赤いキノコと茶色いキノコが見えたんだよね。その場所湿地っぽくなかったんだけど、キノコがあるってことは湿地だよね。何か他のバイオームと混ざっちゃって亜種だったとしても湿地であることには間違いないだろうから、あそこら辺探せばカボチャがあるような気がするんで、ちょっとあのキノコのあったところを探検してみようかなと思います。あの山、あの木の生えてるところの奥だよね。あそこほら木の子あるもんね。なんでこの裏あたりにないかなと。あれね、あの木の子。この巨大なキノコがあるっていうのは多分湿地だと思うんだけどな。これね、前見たとこだよね。赤いキノコと茶色いキノコ。なんか沼っぽくないんだけど、あっち砂漠だしね。ちょっと、この場所、まだ、サトウキビあるね。ちょっとここら辺歩き回ってたら、カボチャがあるんじゃないかなと。前のワールドは、一番最初、湿地にスポーンしたから、結構、序盤でカボチャが手に入ったんだよね。なんで、そんなに苦労しなかったんだけど、これキノコね。これもキノコ、赤いキノコ。湿地なのかな？湿地っぽくないよね。前のバージョンだと、なんかもっと、黒っぽかったよね、水がね。土じゃなくて粘土もないし、何か混ざってるよね。亜種っていうかな、これ砂だもんね。なんかここら辺にないかな。あっちまだ湿地か。なんか湿地っぽくないけど、ないかな。かぼちゃ、こんにちは。かぼちゃ知らない？とか、かぼちゃ見なかった？見ない。そう、見ないか。かぼちゃ見ないか。今日はね、ちょっとすぐ見つかるかどうかわからないから、ビートルートじゃなくて、パンね。パン作って持ってきました。かぼちゃないかな。キノコはあるんだけど、洞窟にカボチャはないんだな。カボチャはないかい。カボチャは一個でいいんだけどな。一個でもあれば増やせるんだけど。カボチャはないかな。ないね。こっちが村かな。あそこら辺なんかギリギリ柵みたいなのが見えるよね。ないな。カボチャ、カボチャ、
はないかな。すでに湿地じゃないかな、こっちは。あそこまだキノコあるね、大きいのがね。まだ湿地かな。これ粘土かな。あ、粘土だ。粘土。粘土ってことは、ここ湿地だね。粘土があるんだもんね。ないかな。かぼちゃ。水浴びをしてるっていうね、かぼちゃ知らないかな、あの人。かぼちゃが欲しい、かぼちゃが欲しい。なんで種折ってんの？なんで小麦の種が？と、かぼちゃ、かぼちゃ、倒木ね。倒木。かぼちゃ、かぼちゃ、ないかな。形おかしいね。この側面ないね、1個目。ん？側面だけない？側面だけがあるかぼちゃもどっかで見た。かぼちゃじゃないや。キノコね。どっかで見たような気がするけど。白樺の倒木に赤いキノコ。ないね。あっちもまだね、あんな背の高いね、キノコがあるんで。かぼちゃはどこだ？かぼちゃはどこだ？ないね。なんだ？豚さんか。こんにちは。ね、どっかでかぼちゃ見てない？かぼちゃ見てない？ね、かぼちゃ見てない？かぼちゃ。虫かい。かぼちゃに、豚はかぼちゃに興味はないか。こっちも湿地だね。ここもなんか種折ってんね。なんで種が、ほら、お？種も花も落ちてるね。なんだろう。なんか落ちてる。ここら辺はまだ来たことないから、初めてのこうワールドが生成されてるんだけど、何かバグでも起きてるのかな？かぼちゃ、うまる。そろそろ暗くなるか、森の中危ないよね。こっち違うよね。こっちか。そろそろ危ないかな、森の中は。かぼちゃ、かぼちゃ。消えないか。あれ夕日か、夕日か。そろそろ寝ようか。危ない危ない。森の中ね、モンスターすぐ出ちゃうからね。
ぼちゃを探して、ちょっと森の中危ないから、開けてるところ行こうか。かぼちゃ。かぼちゃ。かぼちゃ。ないね。ないね。鳥さん、かぼちゃ知らない？ねえねえ、かぼちゃ、こうあげるから。ねえねえ、かぼちゃ知らない？どっかで見なかった？知らない？ごめん、君の分2つあげちゃった。草が生えてる。草が生えてる。わらわらって。かぼちゃ、かぼちゃ。倒木。かぼちゃ。ないね。ないね。洞窟だけか。高いところに来た。てか、こんな高くても沼っていうか湿地なのかね。こんな高い位置、キノコ。こんな高い位置に水がないのに。大丈夫？お、お、あら、お前、危ないよ、危ない。よし、キリゾンビに襲われるんだね、毎回ね。危ない、危ない、死んじゃった。ここどこ？初期スポーンだ。スポーンからか。よし。道具とどこだ？森の裏か。チビゾンビやだな。苦手だよね、あのすばしっこいの。はい、拠点に戻ってきちゃいました。やられちゃいましたね、チビゾンビに。苦手なんですよね、すばしっこくって。前洞窟でね、やったときはそんなに苦労しなかったんだけどね。苦手だ。全部道具もね、ばらまいてきちゃったし、かぼちゃもまだ見つからないし、取りに行きたいんだけれど、今日はちょっとね、もう動画結構長い時間撮っちゃったんでね。今日はここら辺で終わりにしようと思います。次回はね、ばらまいちゃった道具を回収して、で、まだ見つかってないかぼちゃ？かぼちゃがあるといいんだけれど、次回は今回の続き、道具を集めるところから、拾いに行くところからやろうと思います。じゃあ今日はこんな感じでね、終わりにしようと思います。よかったらまた次回も見てください。じゃあまたねー。